皆さんこんにちは、もみじです。今回は、スキルをテーマにした漫画を紹介します。紹介する作品はこちら。無能と呼ばれた、精霊たらし、実は異能で、精霊界では伝説的ヒーローでした、です。それでは中身を見てみましょう。精霊たらし。それは万物に宿る精霊たちとコミュニケーションをとり、友好的に接することができる能力、だそうです。誰が名付けたのか、ひどい名称ですね。男はその能力で勇者パーティーに貢献し、魔王を退けることに成功しますが、メンバーの中で彼一人だけ、凱旋パレードからはぶられてしまいました。というわけでこちら、本作品の主人公、ユニバスです。突然の通告に驚き、理由を尋ねるユニバスでしたが、魔導装置の整備係という立場の彼は、そもそも仲間と認識されておらず、メンバーたちとまともな会話もしていなかったことから、精霊たらし、という特殊能力を持つがゆえに、自分たちを見下していたと感じていたようです。おや、無能、とは呼ばれていないようですし、実は、もう何も彼の異能は普通に周知されているようですね。しかし実際のところ、彼は人と話すことが苦手なだけであり、会話はなくともきちんと役割をこなしていたと言い訳しようとしますが、どもりながら喋るユニバスに、勇者が、何言ってるかマジわかんねえ、と小馬鹿にした態度で彼の話し方を茶化します。完全にいじめです。さらに勇者が、ユニバスが整備した魔導場を蹴り飛ばすと、慌てて止めに入ろうとしたところで聖女の腕を掴んでしまい、その怒りに触れてしまったところで容赦のない膝蹴り。聖女曰く、下船の者に触られると虫唾が走るのだそうです。怖いですね。目が血走ってますよ。って噛み下しているのはあなたの方では。こうして、お前も整備してやるよ、と勇者の小粋なセリフから、整備されて追い出されてしまいました。手洗い整備ですね。まあとにかく人とのコミュニケーションが苦手で嫌われていたユニバスが、魔王討伐まで散々利用された挙句捨てられた、ということですね。ということで、残ったメンバーは魔王討伐の功績によってそれぞれ要職に就くこととなり、勇者は次期国王として王女と婚約。その他メンバーも、戦士は、大将軍、魔導女は、大賢者、聖女は、大聖教、となったそうです。大賢者が役職の世界なのですね。そして一方のユニバスはと言いますと、魔導省の魔導装置整備開発研究所に再就職していました。魔導省の研究所ってことは国の研究機関ってことですよね。どうやら技術者としてかなり優秀なようですね。どうして、そしてどうやってそのコミュニケーション能力で勇者パーティーなんぞに同行することになったのでしょうか。そして、そんな彼に上司であるゴーツアンから呼び出しがかかり、部屋を訪ねてみると、首を言い渡されてしまいました。またですか。どうやら装置に話しかけながら修理する彼が単純に気持ち悪いからだそうで、挨拶もろくにできない彼に対し、周りの職員から苦情が上がっていたそうです。うん、ユニバスは悪くないですけど、野党側の心情は理解できますね。と思いましたが、なんとゴーツアンはユニバスの実績を裏でこっそりごっつぁんしていたようで、ちゃっかり出世までしていたようでした。あらま、ただのクズでしたか。でも優秀な人材を追い出すと後で困るのではないでしょうか。さて、立て続けに二度も追い出されたユニバスが次の職の心配をしながら街を歩いていると、住人が噂する、風の精霊機、の言葉が耳に届き、それが、知り合いであるティフォンの成婚式のものであることを思い出します。精霊と結婚する儀式ですかね。で、こちらが風の精霊機、ティフォンです。そんなティフォンの晴れ舞台を遠くから眺め、ユニバスが彼女の幸せを祈っていると、聖女の司会によって儀式が始まります。どうやらお相手は勇者のようで、これからティフォンは勇者にひざまずき、永遠の忠誠を誓うのだそうです。奴隷契約ですかそれ。どうやら精霊にとって人間の役に立つことは何よりもの喜びだそうで、その人間に忠誠を誓えるのは名誉なことであるとのこと。しかしユニバスは、人間を上位とするその考えに疑問を抱いており、なぜかティフォン本人の顔も優れません。なぜでしょう。その様子を心配するギャラリーの声援に手を振って答えるティフォンでしたが、
そのギャラリーの中にユニバスを見つけると、勇者を風で吹っ飛ばしながら猛ダッシュ。一目散にユニバスの元に駆け寄ってきました。さすがですね。精霊たらしの面目役所です。どうやらティフォンはユニバスが死んだと聞かされており、勇者との契りなど望んでいなかったようでした。こうしてティフォンは、戸惑うユニバスに一言、逃げるよ、と告げると、王子様抱っこで一目散にこの場から離れるのでした。シュールですね。さて、成婚式の舞台に一人取り残された勇者は当然のごとく怒り心頭で、すぐさま、ユニバスとメスレイ2匹を捕まえるのだ、と周囲の者に命じますが、ここでようやく名前が明らかになった勇者、ブレイバンのこの言葉は、精霊側の顰蹙を買ってしまったようでした。このブレイ者が、さて、場面は再びユニバスたちに移り、ティフォンが目指していたのは成婚用に気持ち悪くデコられた馬車でした。しかもその馬車を引く魔導馬は、ユニバスが最初に作り、トランス、と名付けたものでしたが、ゴーツアンがちゃっかり自分の名前を刻んでいたようです。ゴッツァンです。というわけで、トランスが引く馬車での逃亡が開始されますが、トップクラスの性能を誇るトランスが引いているにもかかわらず、追っ手に追いつかれそうになってしまいます。どうやら地の精霊の力で動く魔導馬と、風の精霊であるティフォンの相性が悪いようで、それに気づいたユニバスはトランスにまたがり、地の精霊たちを呼び出して協力を要請すると、突然馬車がスピードを上げ、あっという間に追っ手を突き放してしまいました。こうしてユニバスたちを乗せた馬車は、勇者を見学に来たギャラリーの注目を浴びながら街を疾走していくのでした。で、またまた場面は変わってこちら、空気の悪くなった勇者サイドです。自分たちの姫を、メスレイ、などと呼ばれ憤慨する精霊から猛抗議を受ける勇者でしたが、話をそらし、逃げたユニバスを捕らえるのが先決とその場を去ろうとすると、今度は精霊がユニバスの名前に反応します。どうやらティフォンは、死んだユニバスの遺言だからと勇者との精霊婚を決意したそうで、その遺言の信憑性が疑われた今、勇者と精霊たちの関係はより険悪なものになってしまいました。なぜそんなすぐバレる嘘をついてしまったのか。さて、完全に追っ手を振り切ったユニバスたちはと言いますと、ひとしきり感動の再会を満喫したところで、次の目的は、いろいろいじられひどい状態になってしまったトランスを元通りにすることになりました。どうやらかなり強い炎の精霊の焼き印が刻まれているようで、それを消すため、水の精霊の国、コンコンと我に行かなくてはならないそうです。焼き印でしたか？それ、パーツ交換じゃ、ダメなんでしょうね。そしてその度にはもちろんティフォンもついていくことになり、二人は改めてコンコンと我に目標を定めて出発し、一方の勇者ブレイバンは、逃げた二人の逆恨みに燃えるのでした。といったところで第1話終了です。精霊たちと友好的に接することができる能力、精霊たらし、を持ちながら、人との会話がままならず、勇者パーティーを追い出されてしまった主人公が、精霊の寵愛を受けながら、楽しく旅をするストーリーです。実社会に馴染めない主人公が、自分を全肯定し据えてくれるコミュニティで幸せになる、という物語の立て付けを、現実社会からの逃避による妄想と当てはめて考えてしまうと少々物悲しくなるのですが、それは置いておくとして、追放系のコメディで、読みやすい作品ですね。追放の過程においても無理はなく、主人公は技術者としての実力を不当に低く評価されているわけでもなく、精霊たらし、という特殊能力を高く評価している描写まであります。つまりメンバーたちは、コミュ障である主人公を毛嫌いしながらも、その実力を評価し利用しただけのただのクズであるため、そこに追放者定番の不自然さは感じられず、勇者が停滞しっぺ返しを食らう展開に爽快感を得られるでしょう。またコメディーとしても、勇者が語れば語るほどボロを出してしまう流れや、追い詰められて癇癪を起こす勇者の滑稽さ、コメディーにありがちな顔芸の数々、ヒロインが主人公を抱えて走る絵面のシュールさ加減、と楽しめるポイントがいくつか見られ、その辺は良かったと思います。ただ物語序盤から、どうしても引っかかって仕方のない部分がありまして、それが、精霊たらし、という本作メインの能力設定の存在ですね。
だってこれ、精霊たちが主人公を慕い、好いてくれる理由が能力のおかげってことですよね。本人に魅力があろうとなかろうと、無条件で精霊はこの能力を持った者に惹かれるんですから。それってもう、洗脳とか催眠とか、インチキの部類じゃないですか。そんな設定で主人公好き好きアピールされても、ちょっと気持ち悪いな、と思うだけで素直にその感情を受け入れるのが困難です。加えて言えば、精霊たらし、という能力の名前もどうかと思いますよ。たらしとは漢字で、たらし、と書き、たぶらかす、とも読めるその言葉には人を騙すという意味が含まれており、非常にネガティブな表現です。多くの女性を手玉に取る、女たらし、という言葉からもそれは読み取れるでしょう。人の心をつかむのが上手な人、という、プラスの意味で使われる、人たらし、という言葉が定着していますが、その人たらしも、本来の意味は、人を騙す人、を指す言葉であり、決して良い言葉ではありません。つまり、たらし、という負のイメージが付きまとう言葉をチョイスした上、その能力で他人から好かれているという事実がただただ気持ち悪く、読んでいてずっとしこりのような形で残るのです。これがまだ、主人公が精霊に好かれやすい体質で、その様子を見た周囲から、精霊たらし、と呼ばれているくらいの設定なら特にこれについて思うところはないんですけどね。能力、という設定に固執した分、素直に読めなくなってしまった印象です。なのでおすすめは、そのあたりの設定については深く考えず、あるがままを受け入れてしまうことですね。そういう意味では最初に言ったように読みやすい作品で、苦痛に耐え、息継ぎしながらしか読めない作品に比べずっとまともです。特にお気に入りのキャラは勇者で、主人公に櫛で取り乱す様は非常に面白く、主人公慢性に疲れた読者の清涼剤となってくれることでしょう。暇つぶしのお供としていかがでしょうか。さて、スキルをテーマにした漫画の紹介いかがでしたか。これ絶対ハーレムになるだろ、とうんざりしたあなたはチャンネル登録、高評価お願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。